淡路 SA 下り線の観覧車の夜景観覧車から望む淡路市岩屋地区と明石海峡大橋上空から見たサービスエリア付近の様子淡路サービスエリアは兵庫県淡路市にある神戸淡路鳴門自動車道のサービスエリアである淡路インターチェンジに併設されている兵庫県立淡路島公園の淡路ハイウェイオアシストは連絡道路で結ばれており 上り線と下り線を何度も行き来できる。淡路インターチェンジから SA に入ることはできないが、淡路北スマート IC から流入することにより、SA を利用できる。高速バスのバス停も併設されており、徒歩での訪問も下り線 SA と淡路、ハイウェイオアシスに限り可能である。本州四国連絡高速道路の休憩施設の中でも規模が最も大きく、総施設の売り上げは、 透明高速道路のエビナイス A と並んで全国トップクラスである。また2006年5月の連休前には下り線に観覧車が設置されるなど観光スポットとしても機能している。JB 本市高速が管轄する本市三ルートのうち給油所がある唯一のサービスエリアである。標識には徳島方面と記載。淡路北スマートインターチェンジは淡路 SA に 併設の民間施設直結スマートインターチェンジである。2020年3月29日に供用開始。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。入口のみで神戸方面、徳島方面の両方向に利用可能となっているほか、本線に入らずに淡路インターチェンジから出ることも可能となっている。なお、 本線に入らずに出た場合の通行料金は100円と設定されている。ブースは計4箇所あり、下り線から上り線及び逆方向に対して2ブースずつ使用している。それぞれ一方が ETC と一般利用の共用レーン、もう一方が一般利用レーンとなっている。淡路 SA は上下線のエリア及び淡路、ハイウェイオアシスを自由に行き来することが可能である。 また、U ターンも可能で、制度としてそれが認められている。そのため、U ターン利用者は、淡路 SA で折り返したことを証明する必要がある。そこで、この上下線の連絡道路上に、淡路台に料金所が設けられており、ハイウェイオアシスや反対側のエリアへ行くにはここで、通行券などのチェックを受ける必要がある。検察を受けた通行券には、 当料金所を通過した旨と通行日時などが印字される。2009年3月13日から ETC 無線通信でのノンストップ検察が可能になった。また、2009年7月1日から通行券のチェックは自動収受機を利用して行っている。淡路第二料金所は料金所と名乗っているが、検察のみのため料金の徴収は行っていない。 そのため、本州四国連絡高速道路の公式サイトでは、チェックバリアなどと表現されていることが多い。判例、ジャンクション、JCT、バスストップ BS 淡路北スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。